巨人のルイス・ブリンソン外野手29が1日の d n a 戦横浜でまたもポカオカした1・4となりなおも2・1塁のピンチを迎えた4回の守備だ桑原が放った中堅への飛球にブリンソンはフェンス近くまで追いかけて落下地点に入ったかのようにも見えたがここからまさかの展開を見せた 打球が風に流されたのかは定かでないがブリンソンはグラブに当てながら落球一塁走者の関根が一気に生還し点差を4点に広げられた記録は2塁だとされたがこの日は2ゲーム差を追いかける3位 d n a とのカード初戦ただでさえ劣勢の展開の中での接取に周囲はあぜんとするばかりだ計算外の失点に ベンチの原辰則監督、65も怒りで顔面が好調。帽子を取って髪をかき上げ、どうにか冷静さを持っている様子だった。もちろん、投手側としてもたまったものではない。先発した都合小征投手、23はブリンソンが落球した瞬間に驚きの表情を浮かべ、ベースカバーに入った本塁後方で膝に手をついてがっくりだった。さらに、 ベンチに戻るとバットで地面にゴンとやるなど、感情のやり場もなかった様子だ。これまでにもブリンソンはアウトカウントの勘違いや走塁ミス、守備でのボンミスを繰り返し、指揮官も申し訳ない、我々の指導不足などとしてきたが、シーズン終盤になっても失態が続くようでは、A クラスへの浮上も危うくなってきてしまう。 私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。これは腹立つよな。調子悪いの続いててフラストレーション溜まってる中で相手の長い攻撃終わったと思ったらボンミス。風が強いから難しいとは思うけどあれは取らないとダメな打球。それ抜きにしても戸郷はもう今年は疲れたまりすぎてて限界だろうとは思う。 もう今日も見てられないから岡本の復帰初級ホームランまでが楽しかったと思って明日楽しむブリンソンの守備力は覚悟の上のスタメンなんでしょうから驚く原監督には驚きますねもはや優勝もクライマックスもなくなったも同然だからしばらく都合を休ませてはどうだろうか今のままでは負けが続き防御率も悪くなる一方でしょう ブリンソンもたまには打つがだったら守備を重視して丸やたまに打つ重信なんかを使うのが良いのではないでしょうか阪神ファンなのだが今のホームランでしか点を取れない打線はなんとなく先が読めるから怖くない吉川、門脇、秋広、朝野、重信あたりを固定してあとは岡本は4番に固定キャッチャーは岸田あたりが走行室部揃いで怖い感じがする。 あとは質の良い外人をファーストに据えればよいブリンソンた外国人ジャイアンツは前も言いましたがスカウトの眼力がダメですそれを獲得 OK とする全県監督が節穴今シーズンは4位死守で良いです来季の原体制は終了してよし新監督を招兵立て直しに期待したいです タイミングを狙ってたわけじゃないと思うがベンチでブリンソンが目の前にいるときに戸郷がバッと叩きつけてたねそもそも打撃はいくら調子よくてもミスのが多いもの守備と走塁はミスしてはいけないものうまい下手じゃなく守備と走塁でミスが目立つ選手は味方のモチベーションを下げるだけ投手でいうなら四球も同じ野手ならブリンソン投手なら鈴木 この2人はもういいよ。懲りずにボーンヘッドを繰り返すブリンソンを見ていると外国人の手は去年のコンビウォーカーとポランコで良かったのではと思ってしまいます確かに両選手協守備に難があり好不調の波が大きかったですがとにかく2人とも真摯に野球に取り組んでいましたポランコのロッテでの活躍も彼の努力の賜物でしょう 今年もウォーカーを根気よく起用していれば、去年並みの成績は残したのでは、と思います。ブリンソンは手を抜いているわけでもなく、良くも悪くもこんな選手なんでしょう。いつまで経っても、どこでプレーしてもずっと変わらないでしょうね。